おひげさんは今のところ禁煙に成功しているので、ええ、今までのタバコ代がなくなったわけですからかなり節約になりましたよね、うん、まあまあそう、まあ、その点に関してはね、はい、ただお酒とかね、あ逆に増えたり、こんな心機臭い話をいいんですか公共の電波で毎日やっぱりこう家でお酒を飲むもんですから、はい、計算するとまあまあな額になるというね、昔だからあれですよ、まだヒゲ男爵はもうボカスカ売れてた時はドーンドーン言ってた時は、はい、その後ギューンって下がるんですけども、やかましいアホタクシー代がいや月何十万かかってたからね、わーすごい、もうアホみたいにもう毎日どこ行くのも全部タクシー乗ってたら芸能人や、月も20-30万は言ってたんですね、うわタクシー代で、それがまあ数年変わりましたから、すごい、あの金が今手元にあればと想像するだけでも身がちぎれるような後悔ですよほんま何の味もしなくなるぐらいの後悔に襲われますけどね、すごいさすが、まあ、あなたはもう今それですからね、あなたはあなたはもうこれも日テレさんに入ってからもずっとそれなわけでしょ、いやいやいや私はパスモ派ですから、うん、私はパスモ派、はい、何ですかその派閥は、いやいやいや、地下鉄をよく使います、地下鉄でね、はい、サングラスかけて毛皮のコート着て、ちょっと来てないですし、来てないパスモピッとやるというね、いやいやいや、でもなんか他に節約できそうなことないんですか、いや、まあ、今更ながら、まあまあいろいろあるでしょうけど、もうでもこの年になって節約考えたらもうさっきも言ってたけど後悔で、うわあれもできてた、これもできてた、あれがなかったら今なんぼあるっていう考え方になるともう、はい、絶望しかないですからねなるべく振り返らないようにしてますよほんま、普段の生活では何かこう節約してないんですか新たに、いや、まあ、意識的にはない、うーん、あんたはしてないでしょそんな、私はですね、いやできるだけその支出がいくらぐらいか分かるように、うん、ほとんどカードにしときます、支払いできるものは全部カードで使う、カードにしておいて、そしたら1ヶ月いくら使ったっていうのが明細で分かるじゃないですか、だからそうしないと現金だと分かんなくなっちゃうじゃないですか、現金とカード両方使っちゃうと、レシート持って自分でこう書いたらええんちゃううち奥さんそうしますか、家計簿つけてますからね、いい奥さんやわ、まあ、家計簿つけてるだけなんですけどねいや家計簿がね、いやな、ね、いや私の母も家計簿毎年3ヶ月持たないんで家計です、そういう家計簿がつけれない家計家計